音のソノリティ、世界でたった一つの音。虹色大道場2022開幕。さあ、今年も大道場の季節がやってきましたが、皆さん調子はいかがでしょうか。準備している人、あんま何もしてない人、女帝のプレイ回数が0回の人、いろいろいると思いますが、皆さん今作どこまでやりますか。やめようこのテンション、まあ、皆さん今作の目標とかあればぜひコメント欄に書いてほしいんですけど、課題曲を見た感じ4級すごく熱いなと思ってます。このボカロ台、これね、難易度鬼バージョンとかあったらね、すごいいいなと思ってたんですけど、4段と9段も楽しそう。なんか各段1曲ぐらいやばい曲入ってるんだけど、4段と9段は割とマイルドな気がしてるんだよね。だから楽しそうだなって思いました。で、今回は10段やってきました。女帝エンジェルヘイロー荒神新曲ですね。この3部構成になっているんですけど、まさかの2曲目エンヘロね、桃色10段から失礼します。まあ、やっぱり大道場はワクワクしますね。クロト以降まだ出てませんけど、何が出るのか楽しみでございます。今作大道場をやる方は一緒に頑張っていきましょう。ということで早速10段やっていきます。いくぞ。おお。いや、わからん。
へー。